今回は兄妹後編を見ます。前編の様子は概要欄のリンクからご覧いただけます。脚本は水木陽子、監督は成瀬美京です。三を久我義子が演じています。この作品は1953年度キネマ旬報ベスト10第5位だったんだよ。おお。ちなみに当時映画監督を志していた田中絹代が監督見習いとして参加してるらしい。そうなんだ。原作は室生犀星が1934年に発表した短編小説「兄妹」で、1972年に山田洋次脚本、渥美清、倍賞千恵子出演でテレビドラマ化されるなど、たびたび映像化されているそうだよ。それはすごいね。それでは一緒に見ていきましょう。ありがとうございました。こんにちは。へえ、こんにちは。
ちは。なんだ、さんちゃん。変な道から来たわね。お店寄ったの？うん。おっかさんいた？お父っつぁんが寝てたよ。お父っつぁんが店番？さんちゃんにも随分会わなかったね。痩せたね、少し。顔は長くなった。私？うん。そう？大人になったんだよ。やだよ、照れたり。二人とも来てくれるだろうと思ってさ、昨夜から小豆をつけて支度してたんだよ。そう。サンちゃんまで来なかったんだって？そうなんだよ。へえ、この親孝行が。産婆のお免許取るんで、お休みでも勉強しなきゃいけないって言ってきたからさ、うん、それも結構だと思ってさ。まあ、しっかりやってちょうだい。あ、暑い。暑かったろ。お姉ちゃんどこで会ったの？そこで。うん。ちょっと、うどん屋にお嫁さんが来たわね。さっきちらっと見たけど。それがね、ひとえもんの時期だっていうね、みんな合わせを着てさ、秋まで待たずに。慌てもんだからね、あのばあさん。お嫁さんなんか口綿だよ。時子ばあさんも、二枚重ねを着てさ、帯の下が汗もだらけで。風呂へ入ると一月ぐらいやめたとさ。つまんない話がつかまんのね、相変わらず。そうなんだよ。あ、この前、おばたって人来たよ。おばた？へえ、いつ？さあ、もう三月になるかね。ねえ、さんちゃん。ええ。何しに来たの？言った。これ住所だって。へえ。謝り方々来たって。お父っつぁんあったの？うん。なんて言ってた？お父っつぁん？うん。別に。普通に話してた？割と穏やかに、お父っつぁんとしたら珍しいくらい、おばたさん、おばたさんってさん付けでね、今にてめえなんて言い出しゃしないかと思って、ずいぶんヒヤヒヤしたんだけど、紳士的に優しく話してましたよ。そう？悪かったわね。あの人もう来なくてもよかったのに。井上さんと会わなかった？うん、会わなかった。ああ、よかった。うるさいからね。何ですか、分かりゃしないの。ちょうどいなかったよ。うん、ちょっといい男じゃない？お母さん。何が？あの人さ。バカ臭い。
子供まで背負い込ました男をまだ褒めるなんて、いい加減にするがいい。たくさんだよ、もう。おっかさん、これ。お土産かい？私のもあんだよ。これ。何だい？浴衣よ。あ、サンタンもあるよ。サンちゃん洋服の方がいいんだろ？ただそれ。私にも、うん、はい。こんなにめいめいにしなくてもいいのに。あ、お茶入れてなかったね。うん、水はいいわ、お母さん。うちの井戸水天下一品だから。どこ行ったってこんなうまい水ないわ。そうかい。水ならいくらでもあるよ。お前、お母さんの古い浴衣があるから、着替えたら？ええ。それワンピースがかわいいね。かわいいなって。あら、何が？だって私も子供っぽいなりなんか。へえ、男でもできたのかい。まあ、お姉ちゃんみたいにそうずけずけ。そんな男の人のことばかり考えてられないわ。勉強もあるし、結婚が人生の目的じゃないんですもの。ひやひや。だって生きるってことが第一でしょ。生きる？うん、深刻だね。とにかく姉ちゃんの経験では、男なんてみんな汚いもんさ。姉ちゃんみたいなすれっからしになると、こっちから男を喜ばしてやって、お腹の中で面白がってるぐらいのゲートはやるけどさ。それを教えたのは男だからね、みんな。今度は本物だって、何度そう思ったか知れないけど、みんな同じ。しまいには警戒する根気もなくなっちゃうもんでね。ねえお姉ちゃん、おばたっていう人、どこが良かったの？あら、ご挨拶だわね。私、もっといい人だってきっといると思うわ。そうね。そりゃいるだろうさ。世の中って広いんですもん。そりゃ様子のいいのもいたけど、いい男すぎるのもキザだしね。気前が良くってもガサガサしてたり、どこもかしこもちょうどいいっていうのはあの男だけよ。だけど今おばたが来たって一緒になんかなってやらないわ。好きなのは考えてる時だけ。今会ったって私にはもう生ぬるい男になってるもん。はい、冷たいよ。スイカが冷えてるから切ってあげるからね。精が出るな。怠け者の節句働きでね。まあ、お稼ぎなさい。そちらこそ、書き入れで。いや、これは。おめえ、飯に行ってきたらどうだ。ねえ、親方。頼む。今日お伏せなしや、励みやすかね。またか。お姉ちゃん、本当に寝ちゃったわ。たったひときな、今に覚めるから。青すぎ、あんなに立てて。寝足りないんだろ、毎日。お前も気をつけとくれよ。何を？いつかサンちゃんを駅で見たって人があるから。あそ
子もお嫁さんをもらったし、あれであの養子もよかったよ。でも急だったね、決まるのが。まださんちゃんは早いよね。私もう少ししっかりした人だと思ってたけど。失礼したの？起きてたのかい。未練なんか持つんじゃないよ。相手が欲しきゃ相手捨てるほどいるからね。姉ちゃんが今にいい人を見つけてあげるよ。ねえおっかさん、あの小畑さんって人ね、帰りにバスの中でおまんじゅうパクパクやってるの見ちゃった。うちであげたおまんじゅう、子供みたいだね。こんにちは兄ちゃん。ああ今日も仕事？そんな邪魔とはねえよ。なんで、また帰ってきやがったのか。畑様じゃあるめし、ごたごた枕元に並べやって。お昼これでいいだろ。ああ。晩にごちそうするからね。もんちゃんもおいで。さっさと帰って泥臭い人足ども相手に騒いだ方がいいぜ。こう見えてもここは片荷のうちだからな。うちの中の風には悪くしてもらいたくねえもんだよ。いいの。いくらやっつけたって、少年が治るなんてそんな生優しい代物じゃねえんだから。もういいよ。兄ちゃん、お姉ちゃん久しぶりに来たんだから。横から口出すだけ、バカ見るぞ、こんなやつ。お前これいいからだろ？もんのお土産だよ。んなもん欲しきゃ俺はいくらでも買ってやるよ。お前のだよ。バカにするね。汚ねえ金で買ってもらって俺が喜んできてやるわけ。まともな働きのできねえうちは、このうち出入りなんかしてもらいたくねえもんで。さあ、静かにして。みんなお上がり。お姉ちゃん、食べましょう。いいかい？ちょっと中入りだよ。何？中入りって？休憩。寄席の中休みに幕を引くだろ。中入りだから余興は中止だよ。じゃもうお茶漬け持ってこようか。いらねえよ、うまくもねえ。すんじまったこと、いつまでも。何がすんじまったんだよ。こないだの野郎だって来られた筋じゃねえんだぞ。大体おっかが舐められてるから、息涼しく乗り込んできやんで。お前、会ったの？小畑さんに。ああ、会ったよ。どこで？つけてってやったんだよ、来るところ。それでどうしたの？何をしたの？蹴飛ばしてやったよ。金やねえと思って手出しはしなかったぜ。胸はスッとしたね。ちょっと、もう一度言ってごらん。半殺しにしてやったさ。バカ野郎！もう！だらしもしない人を半殺しにした？誰がお前にそんなことをしてくれと頼んだ？なぜそんな卑怯なことをするんだよ！え？一体何の関わりがお前とあの人にあるんだよ、もう！私の体を私が勝手にあの人にやったからって。なんでお前がごたくる必要があるんだ！何？やめて！誰がお前に半殺しにしてくれと頼んだんだ！卑怯者！畜生！この狐山！やめて、いいの！やめて！出しゃばりだぞ！あっ、チキショー、いいの？やめたくね！よくないじゃん！
小便臭い女を引っ掛けてるやつだ。はばかりながら門は違う女なんだ。お前のご託通りに、いや、私は陰梅同様の飲んだくれの堕落女だ。このままじゃ嫁にも行けない山連れ女だ。親に所任せられない女の数だ。そうだよ。だからって一度許した男、手出しのできない弱みにつけ込んで半殺しにするようなやつ、兄貴だって誰だって黙って聞いちゃいられないんだ。何？人間！もう医者の子ぞ。お前それでも男か？もん。もんの兄貴ってやつはそんな卑怯な人間だってことをあの男の前にすっかりさらけ出しやがって。へ、脳なし野郎。こいつ。なんてこと言うんだね。近所もあるのにお母さんは黙ってて。こんな弱い者いじめする兄貴だとは思わなかった。こんな奴に兄貴出されてたまるもんか。まだぶたれたりねえのか。おう、ぶちゃんおれ。ぶちたきょさ、もっとぶちゃんおれ。よしな。ひょろすけ。女一匹がてめえなどのげんこつで気持ちが変わると思うのは大間違いだ。そんなことはガキの昔のこった。泥臭い田舎にうろついてるお前なんぞに、私が何をしてるかわかるもんか。わかるもんか。まだ言えるのか。兄ちゃん。何しとくれ。どっちもどっちだ。サブちゃん、どうしよう。いい加減にこの家から出てきかね。はまあ大変な女におなりだね。おっかさん、心配しなくてもいいのよ。御所だか固い暮らしをして女らしくなっとくれ。あれじゃまるで兄さん以上じゃないか。私、おっかさんが考えてるほどひどい女になってやしないわ。だけど、私、もうダメな女よ。あんまり飲むのよしよ。
姉ちゃん行ってきます。うん。次のバスまで歩くのかね。暑いね。だってもう当分私一生懸命働かなくちゃ。あ、これでまた今度いつ来るのお姉ちゃん。うん、さあおっかさんたちの顔でも見たくなったら。嫌な兄貴だけどあんな顔でも見たくなる時があるからね。お姉ちゃん元気でね。森正幸と京町子の取っ組み合いの喧嘩シーンが印象的だったな。わかる、なんかすごかったよね。昔は仲が良かったって言ってたのに、悲しい目に遭った妹になんで優しくできないのかしら。わからない、妹が邪魔者にされないために自分が憎まれ役を買って出たみたいなことを言っていたけど、なんか不器用だよね。そうだね、もっとうまくコミュニケーションが取れればよいのにね。確かに。他に何か
感じたことはある？ラストの嫌な兄貴だけどあんな顔でも見たくなる時があるからねっていう言葉が印象的だったな。わかる。あんな喧嘩をしたら大嫌いになってもおかしくないのにね。うんうん。あと母親役の浦部久美子がとっても温厚でいい味出してたわ。確かに。他の俳優たちの演技も素晴らしかったよね。そうだね。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。